俺らマスターズオブセレモニー、電波をジャックするマイクの鬼、届ける音楽君の心に、キングオブステージプラス DJ ロニー、はあ、モザイクナイト Don't think フィーフィーあなたはヒップホップを愛していますか？そして音楽を愛していますか？大きな声でお返事して。はい、聞こえました。そしてお返事だけじゃなくてメールも届いています。これ月曜日に来たやつなんですけども、45歳暴走のベンタゴンさん、ペンタゴンさん、モザイクヒップホップ大学校でヒップホップ R&B の初心者におすすめのアーティストの曲を流してほしいですと、ヒップホップ入門編大学校ではなく小学校をできればお願いいたします。お金はかけられませんが少しずつ勉強したいと思ってますということで、おすすめで言うとたくさんいますし、それももちろんこれからもたくさん出てくるんですけども、先週このヒップホップ大学校で、そのヒップホップを奏でる機材のお話をしました。で MPC、MPD とはっていうのをお伝えしながらお送りしたともゆか、やっと DJ ともかんでゆくからふは今本当に心からおすすめのアーティストですけども、ただ勉強をするのではなく感じてもらえればと思います。さっきジンさんも言ってましたよね、 Don't think feel、 ここですよ。今日も感じてください。モザイクヒップホップ大学校、今日はこの2人の言葉を。ヒップホップ大学校のコーナーを始めた時にね、こんな夜がやってくるとは本当思いませんでしたよ。改めてこの方登場です。はい、またもやジブラです。初めまして、イーグルです。イーグルさんもいらっしゃってます。イーグルです。ちょっとじゃあそれだけ最初いいですか。この間までコブラさんでしたよね。はい、どうしてまたこうイーグルさんに。イーグルです。そうですか。はい、でトレーナーは可愛らしいベアってことで。はい、イーグルです。はい、じゃあまあイーグルさんということでね、半に改めイーグルさん。はい、イーグルです。今日はいろいろとね、新しい名前がいっぱい飛び交ってます ね。ジーマンとか ね、イーグルとかね、いきなりの変え名とかね、いっぱいいろいろありますね。俺もなんか変えないと気まずくなってきたから、ね、何しますか。難しい。いやっていうか、終わるまでに考えて、はい、今目の前に、まあそのじゃあ、まあ、イーグルでいいですけども、ハンニャ、そしてジブラさんが、はい、こう2人並んでいるっていうのは、はい、ちょっとね、私すごいものを見てるなっていう感じがしちゃいますけど、すごいもの見てるなっていうか、もう見ようとしてたっていうか、ある意味プレーにはめられてる俺たちっていう絵ですけどね。これは今どうですか、実際こう今並んでいるこの状況って。これはロニさんのプレーですね。完全にもう受注にはめられてるっていう形になっております。本当ですか。はい、なんかいやいい眺めっていうか、でもいやまあ、はい、そりゃねそりゃ好きだったらいい眺めだと思いますよ。みんな結構今頃なんかふざけんなって思って、ちょっとなんだったらなんか変な怖いやつカミソリとか送りつけられたら困りますよ。そうですよね。はい、ちょっと気をつけないとですよね。はい、なんつって。でも最近あれですよね、ハンニャのイベントにジブラさんは出演されてますよね。そうですよ。その前も出させていただいて、ありがとうございました。 DJ させていただいて、はい、結構ね、新しい、試みのイベントなんで、ナインティーズを中心にかけるけど、ライブとしてはそれこそ それこそさっきの俺の曲にも参加したコーとかがライブやったりとかして、はい、その非常に新しい試み、はい、でもなんか俺が思ったのは、なんかこんな感じだったよなみたいな部分もちょっとあるかなと。そうなんですよね、なんかヒップホップのらしさっていうか、いやもうフリースタイルもさ、すげえみんなやってたしさ、やりましたね。俺ちょっと躊躇しちゃったんだけど、知ってる、すげえやろうかどうしようかなって。 俺その次が DJ だったからセットしてたんだけど、やろうかどうしようかなって。俺昔だったらもうサクッとやっちゃうんだけど、もうやっぱり今若い子もいっぱいいるから、もうおっさんあんまり出しゃばんのもなんだなと思って、ちょっと俺はあの時そうしといた。それ犯人は気づいていた。ふわっとした女の子がマイクをね、持ってきかけたところをちょっとイーグルがやめろと、イーグル的にはやめろと、ね、やめとけと、あれまた26日にやるんですよ。お、
11月の火曜日、はい、で、うん、今度はゲームですね、はい、渋谷ゲームです、うん、スニーズに出てもらいます。オジロザウルス の、ま、はい、あの DJ の、はい、でライブはブラーミーに出てもらいます、うん、はい、サクッと告知しましたけどね、はいはい、あのでもね、あのこうハンニャから、うん、あ、はい、イーグルさんから、うん、もちろんジュムラさんに DJ で出てくださいってお願いをしたわけでしょう、もちろんです、いただきました、はい、え、はい、その時は どうでした。いや、もちろんそれはもう光栄ですよ、うん、はい、え、そもそも一番最初の出会いって覚えてますか、うん、いつぐらいどんなところでしょう。ね、うん、テープを、うん、はい、ルミに渡されたんだよね、うん、そうですね、うん、それで、うん、そのテープを聞いて、うん、なんじゃこりゃってことになって、はい、それで、うん、そんなことがなかったんですよ、うん、まあ、なんというかというと、はい、まあ、ディスられたわけですよ、我々が、はいはい、もうクソ、うん、でその当時、うん、まあ、その、まあ、うちらね、うん、それこそ雷の連中とか、はい、うちらとか、うん、まあ、みんなでこうわーっと頑張ってやってた頃に、うん、なんかそれをもう、まあ、丸ごと全部ディスってきたデモテープを初めてもらって、はい、でこれはすごいぞってことになって、うん、ちょうどあのユーザーロックが、うん、ナイトフライトっていう番組をやってたんで、はい、ラジオでね、うん、あのそれをその番組で、うん、こうデモテープのコーナーがあるわけですよ、はい、で、うん、そこに毎回みんなこう面白いなかなかよくできたデモテープとかを持ってくんだけど、はい、俺今回すごいのあるぞっつって、まあいいから聞けっつっていきなりバッてかけて、うん、でみんなこっちゃーみたいな、うわー来たーみたいになって、はい、死にそうになったんですけど、うん、それでそこで電話つないで、はい、いきなり生電話で、うん、はい、っていう話だよね。あの時、うん、イーグル17歳で、うん、まあ、イーグルはまだあのハンニャって名乗ってた時なんですけども、はいはい、まあ、あの実家だったんで、うん、高校生だったんで、うん、あの電話に母イーグルが出そうになってたんですよ母イーグル危うくね。その、うん、あの、渡したのはそのルミさんじゃないですか、はい、でそのイーグル、その時はハンニャはもうジブラさんの手に渡るって思って渡していったの、それとも渡ってたのは知らないでいたの。いや、常に持ち歩いてたんで、うん、で、まあ、渡ったことは知ってました、はい、渡ったのを知って、それは知ってたけど、うん、まあイーグルはまさか、うん、ね、そういう風になるとは思わなかったから、ラジオに出るとかそういうのは知らなかったけど、結構まだラップ始めて1ヶ月目ぐらいで、あの件がやっぱでかかったっすね。いろんな良くも悪くもっていう、良くも悪くも、ね、それ悪いっていうところはどんなところ。いや、だって全然自分は何も追っついてないから、その後は、まあ、まあ当時まだガキだったんで、まあいろいろこう聞いたよとかそういう目で見られるけど、別に曲もないしっていう、うん、そうか。え、いいところは。いいところはまあ名前は広まったかなっていうところですかね。良くも悪くもね、はい、まあね、でもね、すいませんでした。いやいやいや20年越しにすいませんでしたあのね、何って、でもね、そういうのがなかったわけよ、逆に言ったら、はい、うんうん、でそれで言っちゃやっぱり成長しない、なんか慣れ合いになっちゃうじゃん、絶対に、はいはい、うん、だからやっぱりで、まあもちろん初めのうちはみんなももう、まあその当時もまあそれなりにバチバチ感は多少はあって、はい、みんなの中でも、はい、ただなんかその中の、まあもちろん、それに対して緊張感をやっぱりああいうのが与えるわけだ、はい、だからすごく結果的にはものすごくオーライだと思うんですよ。というか日本のヒップホップが成長した一つの、なんていうの、ターニングポイントだと思う俺は。まあ、なんでもなかったですけどまあ17歳だからね。カチンってきませんでした。いや、もちろんカチンとは来たけど、うん、でもこれを、うん、こういうことになってくるっていうことを、うん、それまではまだ感じてなかったし、うん、逆に言ったら俺らが、うん、俺らよりも上の世代に噛みついた感があったわけよ、うん、その前は、はい、だいぶ、うん、でそれで今度はうちらが今度は噛みつかれる場、うん、側に回ったんだっていうのを感じた瞬間、うん、あ、そうか、あ、そういう意味でもポイントですよね、うん、そうだね、へえ、そっから先いろいろまだ他にもさ、うん、他のエリアとのどうのこうのとかっていうのもいろいろその後いろいろあったし、うん、だからまあそのそういうのの始めだよね、うん、もう本当に、でも
まあ、やっぱりそうやってディスったり、うん、バトルしたり、なんかビーフどうのこうのとかっていう面白さは、うん、一つヒップホップの面白さで間違い、うん、ないからさ、私もそれは思います。そうだから、そういう意味ではあの、うん、全然いいと思います。勇気ある行動が日本のヒップホップを進歩させたと、はい、はい、その後こうハンニャがこういうところに来るっていうのはその頃、うん、予感としてはありました？ね、上がってくるというか、いやまあもうあの当時ね、まだラッパ少なかったもんね、うん、少なかったですね、うん、ラップやってるやつ自体がそんなにやっぱいなかったから、うん、まあそういう気持ちを持ってやってるやつがいるんだってなって、うん、でしかもまたあの世田谷だったりとかしたもんで、ね、はい、それってもしかしてなんて思っていろいろ思って、次の日なんか俺直電とかしたっていきなり石原さんからかけたんですよ。次の日かかってきて2時間ぐらい話してそう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 、やべえ怒られるみたいな、いやどんな感じなんだっけみたいなって、だからあの俺の友達とかの世田谷のやつらとか と,、うん、とに昔は俺はあのお前らの仲間のね、うん、やつとか後輩のやつとかでね、うん、ラップするやついるんだったら、うん、俺本当にいろいろ教えるから、はいはい、まあ、世田谷の悪いやつらがいっぱいいたわけですよ、うんうん、でそういう風に言ってたら、うん、それも さらに下の世代みたいな感じで、うん、ハンニャとかが出てきたから、うん、俺はもしかしてそういうのがこう育ったのかなともちょっと思ったりもしてたら、はいはい、うん、もうあ、まあなんか知ってるっすけどなんとかで、とそうなんだすげーと思って、うん、俺はどっちかともういきなりその辺で歓迎しちゃったみたいなところがあって、そしたら、うん、それから妄想族ができて、うん、でもうあのデンちゃんあのはまた俺は別にカズロックに紹介されたりとかしてたのがあったから、うん、おなんかすげえあの次の世代で、うん、すげえストリートのもうゴリゴリのやつらがまた出てきたぞってなって、うん、俺も結構上がってたんだけど、そしたらね気がついたらあの、うん、先ほどあのGマンに名前が変わった方も、いつの間にか妄想族に入ったりとかしてたし、そういうことでなんか俺はそういう意味で、うん、まあもちろんそれでまあフューチャーショックの、うん、あのお互い看板アーティストとしてやらせていただいてたんで、うん、そのそこがまあ一番濃ゆい時代だったんじゃないかなっていう気はするけど、確かにフューチャーショック 今更考えるとすごい、ありえないでしょ、ありえない、そうですよね、オジロもいたしさ、PMX のアルバム出してんだからね、あそこで。だからまあ本当にある意味もう日本のヒップホップはだいぶ一つの歴史は、もちろんデフジャムとかもいろいろあったと思うけど、あの確実に、とんでもなかったなと思います。でもそこからこうあの飛んでって飛んでって、それぞれ今ね、うん、あのハンニャハンニャでこう、うん、ショアレコードを背負ってやっていて、うんうん、でやっぱじゃあこの先ですよね、また今日ももしかしてね、うんうん、ハンニャが20年越しに、うん、あの時はすいませんでしたけど、うん、がありつつ、でこの間もそうやってハンニャのイベントにジブラさんが出演するみたいなのがあって、うんうん、ね、うん、また新たなる歴史はどんどん開いていってほしいなっていうのはファンからすると思いますよね。そうですね、うん、でなんかやっぱまた叱るべきタイミングでちゃんと曲もやりたいなと、うん、そう俺も本当にそう思ってる、はい、はい、うん、あのなんかやっぱり俺ら二人がやるべきことの、うん、やるべき曲のタイミングと内容と、はい、なんかこう、うん、バッと面白くできるような、はい、あのまたこうみんながうおーってなるようなことができればな、はい、はい、お願いします。はい、こちらこそです。はい、じゃあのそのタイミングまで、うん、こうモザイクナイトなのかまたどういう風になるかわからないですけども、うん、はい、私も私たちもちょっとついていきたいと思いますので、はい、その姿はこれからも見せ続けてください。はい、というわけでちょっと今日はあのまさかの奇跡の、うん、ご対面、そして奇跡の20年越しの謝罪ありましたけれども、ジブラさんひとまずありがとうございました。ハニャこの後じっくりお送りしたいと思いますけれども、はい、ヒップホップ大学校今日は本当にあの奇跡の夜スペシャルでお送りしました。ジブラさんありがとうございました。ハンニャ改め、イーグルさん、イーグルです、はい、もうありがとうございました。ありがとうございました。Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype.